面白いね。優しさですよ。はい、喜んで。今回も土砂拳で弾いた後、10分間練習したバージョンもあるよ。ぜひ最後まで楽しんでてね。リハピーやらー、ラライゴー、フレンデー、弾いてみやー。よくわ、こっちロケットロー。はい、喜んで。いい、喜んで。やっぱー147、いこわ。147ってあんま聞かん数字かもしれん。なんて言ったから太陽を込んで。今日風邪気味なのでラーメンを舐めてます。ご了承ください。こっちの剣、ん、こっちのなんちゃらどんな曲でしょうね。タイトルも聞いたことないか。はい、面白いでしょう。これこっちのケントだ、取った。あっちのたかしではございません。あっちのたかし、こっちのケント。この曲はですね、 TikTok で人気が
出たらしいです。なんかね、これあれじゃない、サビじゃないとこが有名なんじゃない、違うかな、はい、喜んでのとこじゃない、なんか聞いたことありそうな気がした。で、これまたね、考察班が出動するような曲でございまして、でまだ聞いてないんであれなんですが、でも最初ね、弾きにくかったよね。うん、これね、あのメズマライザー、あ、モールス信号、正解。それはね、なんかなんとなく分かった、ヒントって。へー、ピテテテテテテみたいな、つまり SOS でございます。あ、英語のような謎の言葉がこう聞こえてくるらしいんですが、それを逆再生すると、結局はね、優しささえあればいいと思う、いいとは思うんですって言うてるらしいですね。でね、この次に書かれてたのが俺一番びっくりしたんやけどね、このこっちのケントさん、菅田将暉さんの実の弟さんでございます。あ、知ってた、その文言は聞いた、菅田将暉の弟っていう、あれなんだっけ、なんかで見た気がする。でも、こっちのケントっていう名前を見てる、すごいね、曲作詞しちゃう、歌うのこれ、自分で、そう、自分で歌ってる、シンガーソングライターじゃないですか、マルチなんちゃら、ね、書いてるの、すごいね、うん、はい、聞いてみますか、ナイス、なにこれ、この絵、なんか見たことある、ほんで、え、そうです、あー、なんか聞いたことありそう、あ、うん、これかっこいいね、ピリギリダンス、このトントントンツーツーツートントントン言いたいな、これはちょっと中毒性ありそうだね。うん、かっこいい。ずっと、え、これなんだっけ？え、英語とかって喋ってる？ドゥ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 の、いっちゃん最初、いっちゃん最初。いっちゃん最初？本当に英語かと思っとった、俺も。めっちゃはっきり言った結局はね、優しさえあればいいと思うんですよ。さえあれば、優しさで世界は成り立つから、まあ確かにね、優しさがなくなった時にお助けくんだもん、なるほど、おもろ、あまあまあ、あかんわ、なんかしよ、優しさですよ。はい、よろ、ハンディ。元気になってよかった。ずっと元気だよ。だって15万人行ったじゃん。せや。ライブやったし。ありがとう。はい。やー、4分練習開始。はい、よろ、ハンディ。どうしたどうしたどうした、okay. Thank you.
す。ラッシュ C が良かったです。 H でした。 H? H? C H はあ、ドイツ語だとはあですね。おそっとドイツ語でね、これがねフラットになると、ね、B になるんです。 B?結局優しさがあれば何とかなんねん。優しさライセンス。バケロ。優しさライセンス。優しさライセンス。言いたいなって。優しさライセンス。優しさライセンス。うんわうんわうんわワールド全開うんわあぶなうんわ何をあげたうんわわーをあげた。優しさで。優しさでね。いやーこの曲終わってからめっちゃ聴いてます。めっちゃ楽しい。こっちのケントさんのレコーディングの様子を YouTube に上げてくださってるんですよ。それぜひ見てほしいですね。めちゃめちゃ歌唱力すごい。メンバーシップになると10分間練習風景まるまる見れちゃいます。その他たくさん特典あるのでぜひ見てみてね。そしてインスタグラム、X もやってるのでぜひフォローお願いします。チャンネル登録も嬉しいです。ありがとう。それでは See you by cha。 はい、でこの曲はです、この曲はですね、そんなん言うてた？で最後のとこもあったけどそこちょっと忘れてた。